はい皆さんこんにちは今日話したいのは遺伝と病気ということについてお話したいと思います、えー、医学では遺伝を病気の主な原因としています、えー、そういった研究が、えー、多く報告されていて遺伝子をどうするこうするというのがまあ、今の近代の医学の主流となっています、えー、確かに遺伝子は重要です なぜかというと全員が同じ食事をするとそれぞれの遺伝子の影響を受けてそれぞれの病気を発症しますですから、まあ、乳がんになりやすい人は乳がんになったりとか大腸がんになりやすい人遺伝子を持っている人は大腸がんになったりしますでその食事に影響を受けない遺伝子を持っている人は発病することがあまりありませんある人は 30代で急性心不全を起こして、えー、若くて亡くなったり、えー、10代で白血病になったり、えー、することもありますこれらは遺伝子の影響があったりすることもありますがこれは遺伝によるものというふうな、まあ、結論で医学は導いています、えー、こういった話が結構本当のように思われますがまあ、本当なわけです嘘言ってるわけではありませんけども実を言うと環境による変化が大きいことが 知られていますこれは、えー、統計を取ったらそういうふうになるということです環境と言いましてもどういうことがま主に影響しているかと言いますと特に食事の環境による影響が大きいというま結果が出ていますねこれは大規模なま調査をやりましたらこういうふうになっているということなんですけどもそれはどうしてでしょうか実は言いますとこの遺伝子のスイッチのオンオフ をしているのは、まあ、食事の影響ということになります。では、それは何かと言いますと、えー、前にも何回かお話していますが、動物性タンパク質の摂取量が主な原因であると言われています。また、ガゼインの摂取にも関わりあることが研究報告されています。動物性タンパク質の摂取量が、カロリーベースで全体の10%ですね。 まあ5%だとほぼ完璧に発がんし,しないらしいですけども、まあ、20%ぐらいカロリーベースで占めてくると、えー、ネズミの実実験ではほぼ確実に発していいるということが分かっていますこのケースでは発がん物質が入ってきた時に、えー、動物性タンパク質の摂取量がカロリーベースで全体の20%を超えるとほぼ100%発がんしているということです。 では実際にどれぐらいのカロリーがあるのか見てみましょう豚肉 100g で7 0カロリーですね鶏肉 100g で2 2 9カロリーですこれはもも肉で皮付きで焼いたものですそして牛肉は 100g で 298g ですねこれはサーロインの牛肉で脂身がついたものですこうやってみるとですね牛肉なんて かだったらおよそほとんど300カロリーぐらいあるので、えー、300カロリーが10%としても、えー、3000カロリーは1日食べないですよね。だから、牛肉 100g 食べただけでもオーバーしてしまうということです。で豚肉は カロリーは少ないですけども、まあ、豚肉の脂身はレセプターに影響を及ぼして、まあ、免疫が低下したり、体糖能を低下させるということが分かってますので、まあ、食べない方がいいかと思います。で、鶏肉は229カロリーで結構多いんですけども、 まあこれ皮付きなので皮を取ったらもうちょっと変わるかもしれませんけどもそれぐらいになりますこれでもカロリーなのでまあカロリーの10ぐらいになってしまいまいすねこの他にもですね牛肉は牧畜のまあ影響がありましてそうですねまあ抗生物質とかホルモン剤とかそういうものが入っていますのでまあ週に 50g の許容量になって しまいまいすねあと加工食品ですねそういうふうなものになるともっとその発がん率が上がるということが知られています次に魚ですけどもマグロが 100g あたり125カロリーでサンマは結構高くて 100g あたり310カロリーありますただしサンマは1匹で 68g ほどらしいので、えー、そのうちの え何分の1でしょうか食べてるのは3分の2ぐらいでしょうかの計算になりますので、もう少し低いと思います。えー、魚はですね、肉と比べて、またそのいいところがあるんですけども、皆さんご存じないですけども、まあ、さ魚、えー、海遊魚はですね、 水銀に汚染されていてですね海外では妊婦や子供には食べさせないという、えー、ことが行われていますですから大体いい許容量です、ね、を調べてみると、えー、週に、えー、刺身1切れぐらいになってしまうんですね、えー、ですから回遊魚も、まあ、やめた方がいいかもしれませんね私もたまには食べていますけどもでは全部ダメじゃないかどう,どう何を食べたらいいんだ とおっしゃる方が多いかもしれませんけども、実を言いますと、植物性のタンパク質はこのような危険性を含んでいません。結構食べても大丈夫です。えー、主に、えー、大豆とか、えー、豆類は特にそうで、アミノ酸、皆さん20種類と習っていますけど、実を言うと60種類あります。それは全部揃っていて、修復するときに、体を修復するときに、えー、全部、えー、材料が揃っているわけです。ぜひ豆を食べてください。 じゃあ、どれぐらい食べていいのかとか、えー、そういうお話になると思いますけども、まあ、このデータの結果では、そのデータを出した人も驚いたらしいんですけども、あ動物性タンパク質っていうのは、えー、ほぼゼロに等しければ等しいほど、有病率はえ少なくなるということです。えー、皆さん、えー、卵とかですね、 えー、バター乳製品これらも全部、えー、動物性タンパク質になりますので、えー、それらを含むと結構食べているんではないでしょうか、えー、麺類に、まあ、卵入ってたりしますし、えー、イタリアンですね、えー、パスタとか、えー、ピザとか注文するとチーズが結構入っていたりしますですから思っているよりもたくさん取っていると思いますので 意識ししてて減らしてい,ただい,た方がいいいいいたただ方がかと思いま,すまあ急には無理だと思いますけども少しずつ減らしていけば減っていくと思いますまたですねこういったことを情報を知っていると続けられるんですけどもただ肉が悪いからというようなそのお母さんの口癖みたいなものでは到底続けられないのではないかと思います 皆さん健康には気をつけてください。本日もありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。